どうも、みなみなさま、こんばんは、すすです。今回はですね、初動で降りた街。今回はザスティーディポット。まあ、ここが一番多いんですよね。この範囲の、なる確率が。で、この範囲になった時、というか、まあ、第一縮小が表示されて、この範囲になった時にめちゃめちゃ危ないですよっていうのをちょっとご説明していきたいと思います。そして、そのなんで、この木をあそこの位置から切ってるか、ソルティ側から切ってるかっていうのもちゃんと理由があります。あっち側から切る理由っていうのもちゃんとあってですね。まあそれもご説明していくんですけれども、あそこ、この範囲が今こんな感じになってるんですよね。でですね、この状況って非常にまずくて、このラインギアってわかります?この範囲内の。で、ここってリテールとかソルティとか、まあ、最悪エリア移動とかでアナーキーのやつらとかもこっち来るんですよね。全員がこっち来ます。ということはそこのライン、ここのラインが危ないんですよね。この、まあ、下と右側のライン、上と左のラインは、あれに沿って、だからこう順番に来てたんですよ。その最悪近くないところ、打ち下ろし最悪なんですよね、ディポットって。上から、まあ、思いっきり崖下なんで、なんか挽回するのもめんどくさいし、なんかその分木もなんかまたいろいろ作らないといけない、ホップロックも拾う時間もあんまりないで、結構最悪な位置になるので、まあこういう風に打ち下ろしをされる場合があるんですよね。まあ実際に打ち下ろしを食らったわけなんですけど、ここら辺で仲間がやられます。これ、まあ、ちなみにノラスクやってる時なんですよね。まあノラスクやってるから、まあなんかそういうなんか今スクワットやってなんか練習してるのかなっていう子がまあワンサカいます。正直まあ多分慣れようとしてるのかなっていうような子がワンサカいるんですけど、まあそういう子のための動画といってもまあ過言ではないのかな。この位置で、まあ下にいるのはまあ別にどうでもいいんですけど、ここら辺だとやりやすいんですよ。ほぼ同じ平面の戦い、もうどうだろう、もうむしろこっちの方が高いんじゃないかなってぐらいの位置だと全然いいんですよ。で、こいつはっきり入りますよね。こいつはっきり入りますね。はい、上、はい、上、別パ、はい、別パで、あの位置からの打ち下ろしがかなりきつい。相手からだとあの高さは多分体丸見えだと思うんですよ、自分の位置って。だけど、こっちからはほぼ見えない。ほぼ、もう何?体の一部。相手が打ち下ろしをするときに限ってちょっと見えるぐらいだし、あの頭の小ささぐらいしか、体の小ささしか、こっちから打てないんですよ。で、自分はダスティの中とかにいたんで、まああんまりだったんですけど、仲間とか多分この木買ってたりしたと思うんですよ。もう明らかに最悪な位置。場所的に最悪な位置にいたと思うんで、まあそりゃダウンさせられますよね。そりゃそうなりますよねって感じで、ここら辺で、まあ、カキルマンしようとして、なんか おいやめろお前みたいな感じで、ダメージ食らってちょっとやばい状態ですね今。まあ、ここら辺って本当に打ち下ろし強いんですよ、崖上からの。で、仲間がダウンさせられて、多分こいつ一人だなってなって、多分敵も今降りてきたんじゃないかなと思うんですけど、仲間が逆に自分のカウンターにあって2人落とされたせいでもう向こうを詰めれなくなってきてますね。はい。で、ここら辺で蘇生に敵も入ろうとしましたね、ダウンの多分。で、ここら辺で詰めていきます。あと残りのあの森蔵1匹なんで、スーモか、最近はなんかみんなスーモって言ってるらしいですね。で、ここら辺で、はい、別パの介入。はい、ではまとめていきます。こちらが、縮小の時の、マップですね。で、基本的に、結構ですね、銃声で集まってくるんですよ。うわ、これ絶対漁夫の利狙えんじゃん、みたいな感じで。まあ、抜群というか、完全に効いたんですけどね、それが。で、まず、ソルティのやつが来ます。ソルティ、もしくはリテール。今回はリテールの方向から来なかったんですけど、まずソルティから来ました。で、戦いました。で、時間ちょっとかかりました。
その後アナーキーかマイヤとか刑務所、旧刑務所、隕石が落ちたとこですねから、来ます。さらにもしくはラッキーランディング、ここからも敵が来ます。はい。でなんだかんだで、まあ、さっき見てくれた人はわかると思うんですけど、最初でカッキル入りました。こいつですね。こいつを、なんか一人ぐらい倒したらカッキル入りました、この階段からはみ出てるやつ、こいつも最後のパーティーでしたね。で上から、あそこの SE の方向にあるところの下に立ってる、あのなんかひょっこりはんしてるやつ、あいつも別パ。はい。というわけで、あっちの方向から少なくとも3つのパーティー、別々の3つのパーティーが来ましたね。はい。わかります?強い人だったら全然これを倒せるというか、これを利用してキル稼ぎとかできると思うんですよ。まあ、連戦で戦ってみたいな。でも、ディポットで手に入れた武士なんて正直スクワットだとたかが知れてんですよね。4人で戦って、まあ、敵がいなかったら全然いいかもしれないんですけど、正直きつい。連戦するほどの武器はあんまりないかなと。あと打ち落とされたら正直ディポットの中に逃げない限り、正直本当に木を削られるだけでかなり物資的に美味しくないので、まあ、とりあえず中に逃げて敵が詰めてくれるのを待って中で乱戦するかとか、そっちの方がいいんじゃないかなと思います。崖際ってかなり危険です。でもリスクをちょっと背負わないと物資とか木を切れないんで、まあ、かなりちょっと危ないですね。だから、自分が何が言いたいかっていうと、これを、まあ、踏まえてですね、まあ、何が言いたいかっていうと、この辺りでとどまるのはやめましょう、もしくはご注意しましょうということですね。で、この次のクリップは実際に試合中に自分がちゃんとこう考えてるよっていうクリップですね。それがドンピシャ当てはまったので、まあ、ちょっとご紹介ですね。円的にね、リスキーなやつらこっち来るでしょ。通常ここら辺に降りたらさ、ここら辺の2連あさりながらアナーキーに入ってくるからさ、絶対こっち来ると思う。あそこに降り立ってるならいる。はい。では、これの解説、まあ、さっき言ったようにリスキーに、まあ、降り立った場合は基本的に川沿いの2連ハウスか、そこにある橋から通ってこっちに行きます。リスキーからトマトの方に行ってっていうのも、まあ、一応考えれないことはないんですけれども、まあ、ほぼほぼ動きとしてはこっちに来ますね。自分がやっててそっちも多いし、まあ実際やっててそういう動きする人もとても多いので、まあ注意することはいいことですので、まあいなかったとしても注意することは先制パンチを食らわない、それを回避するっていうことでも、まあ警戒して損はないと思います。このゲームは索敵が超重要ゲームになってきます。別に目に見えるものだけ、目で周辺を確認することだけが索敵じゃないです。こういう風にエリアの縮小とか、ここら辺に敵がいるっていうのを仮定して、そこを注意してみることによって、先にこっちが発見できたりするんですよね。エリアの中だけを見るんじゃなくて、エリアの縮小の範囲と、あとはここら辺に街がある、じゃあこっちから来るんじゃないかっていう仮説を立てることで、まず敵の先制攻撃を食らわないっていうことができます。まあ、その自分はその強いプレイヤーではないんですよね。なんかソロスクでいけるとか20キル30キル取れるっていうような猛者プレイヤーではないので、その実力はこういった地道なことでカバーしないといけないんですよ。だから先制攻撃を食らうことっていうのはあんまり自分はないとは思いたい。はい、思いたい。なのでその自分は正直あんまり強くないかなっていう人は、いろんなことに対してもう臆病になってください。臆病が悪いことではなくて、こういう生き残りをかけるゲームだと、なんか生き残りをかけるゲームって生々しいな、まあ、こういう生き残らないといけないゲームだと臆病な方が強いです。まあ臆病でもになったとしても本当に猛者だったらまあどうしようもないんですけど、だから要は実力がないプレイヤーは頭でカバーしないといけないんですよ、こういう風なちっちゃいところで。ということで皆さんもぜひぜひ参考にしていただけるといいかなと。
思いますので、ぜひぜひこちらの作戦まあなんだっていいか、うん、これをやっていただけると先制攻撃を食らわずに、まあ普通に対等な条件で戦えると思いますので、ぜひ活用してみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ではこれからも動画を作っていきますので、その時はまたチェックのほどよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあの。